トゥース。皆さんこんにちは。おやじです。今日は2022年7月29日金曜日です。今ね、九州地方にですね、台風が近づいてます。で、今現在ですね、今現在はどうだろう、九州鹿児島の何キロぐらい沖にいるんかな、ちょっと距離は分かりませんけれどもね、南の海上を北上中と、で九州の左を通過して朝鮮半島あるいは中国大陸、まあ東シナ海っていうんかな、あの辺を北上していくような感じです。本当にはそんな影響ないのかなと思いますけれども、まあそれでもね、沖縄奄美地方っていうんですかね、あの方はかなり影響があるんじゃないのかなと思いますけれども、まあ十分気をつけてほしいですね。はい、そういったところで今日もざっくばらんにやっていこうかなと思っております。今日はですね、まあ荷主および荷主および依頼主っていうんかな、まあ、運送業界を使う人に言いたい。我々ドライバーもお客さんなんだよと、あなたたちのお客さんなんだよと言ったことをね、話していきたいかなと思っております。特にですね、あのお店直接ですね、倉庫とか、まあそういうのらしいね、直接まあ、うん、お店関係ですね、ドラッグストアだとかコンビニ、あるいは、まあ、工場のね、清涼飲料水とか、まあいろんな会社があるじゃないですか。自動車部品もそうなんですけれどもね、まあ、あるとあらゆるものがありますけれどもね、その中で、まあ、そういう人たちが、まあ、荷物を運んでもらったりするわけですよ。で、その中で運送会社のドライバーさんたちが入ってきて荷物を積んで行ってもらったりですねするかと思うんですけれども、その中でお客さんによってはですね、横柄な態度っていうんですかね、もう言葉悪いですが横着な人がねいます。もうけしからんような人がね、で運転手としてまあ、こいつら底辺な仕事だよね、運転手だよね、運転手をね、なんかね、バカにしているような人がね、いるんですよ。中にはですよ。まあ、ほとんどの方はね、いい方です。本当ね。ご苦労様です。ありがとうございます。いつもありがとうございますと。そういったようなね、感謝の言葉をね、いただいて、我々もね、励みになります。でも中にはですね、本当運転手だと思ってね、バカにするような人もね、中にはいるんですよね。はい。まあ私もかつてそういったような動画あげましたけれどもね、まあいくつかあげればですね、まあこんなことがありましたね。ある化粧品なんですけどもね、でその化粧品を積みに行った時ですね、まあ、バラ積みだったんですよね。福岡県に荷物を持っていく、名古屋でしたけどもね、名古屋から福岡へ荷物を持っていくと行った時にですね、まあ倉庫に入って順番待ちをしていたと。で準備事務所に行って手続きして、まあ準備してましたわ。で、リフト番がね、いつ呼んでくれるのかなって待ってたところ、まあ後から来た、地場のトラックか、わかりませんよ。で、まあ、
何台かね、1台だけじゃなかったんですよね。1台2台だったらね、私もまあそんなこともあるんかなと思って、まあ待ちますけれどもね、いくら経ってもね、もうあの後から来た人をね優先さすと先に積んでしまう、おかしいなと。で、私はあのまあ当時ね、喧嘩腰じゃなしに普通にあの後から来たトラックの方を先に積まれるんですが、自分らいつですかねみたいな感じでね、柔らかく聞いたんですよ。そしたらですね、リフトマンが半切れして、あのそんなことを自分に言ってもしょうがないと、で文句があるなら事務所に行ってくれと。で、まあ、あの正当な理由をね言おうかなと思って行ったところ、まあ、こうこうこうで自分の方後回しにされるんですが、どうなってるんですかねと。自分福岡に行くんで早く住みたいんですけどねと、まあそのようなことをね言ったと思います。そしたらですね、そこの事務所の門がですね、まあ、食堂レストランなんかで自分が先にあの注文してても、あとのお客さんの方先にできる場合があるだろうと、なんかわけのわからないあの言い訳をねされまして、なんだこいつと。だからあなたも我慢しなさい、そういうこともあるよと。それはまあ一人二人ならね、それはあるかもわかんない、あるかもわかんないけどね、あるかもわかんないんですけれども、こっちの方の料理の方がね、パパッと早く済むと、そういった場合もねあるかもしれないけれども、でもそれ例えとしてはおかしいんじゃないのかなと。で、まあ、こいつなんか話しても次元が違うなと。で、いいです、もういいです、じゃあ自分待つんでと。私ももうね、ちょっと顔に出たんでしょうね。で、まあ会社に帰ったら、そこのまあ化粧品の会社はね、出入り禁止になってましたけれども、お前何やったんだと言われましたけどね、いやいや、こうこうこうで自分より遅く来たものを優先さすから、ちょっとそれはどうなのと説明を求めたら、なんか変なレストランがどうのこうのと変な例え話を出してきたから、まあ自分はもういいや、もう待つんでと言ったところ、まあそんなことになったんじゃないと。まあ全面的に私が悪いようになりましたけどもね、今でも覚えてますよ。まあそこのクソ化粧品買えませんけどね、絶対に。まあ、かなんとかかとかと、まあ豊富にもありましたけれどもね、そういったあの会社がね、まあそこの会社ですけどもね、の、まあ倉庫ですけどもね、はい。まあ絶対買いませんけどね、今でも買いませんけどね、はい。そこの製品は一切買いませんけどね。私、なかなか執念深いので、はい。それ以来、一品たりともね、買ってませんけどね。まあ、それって、で、まあ、口コミで言うじゃないですか。運転手もね、こんなところの、まあ、化粧品積みに行って、こういう倉庫がいたと。もうくだらないやつだから、もう自分はそこの製品は一切買わんよと。で、まあ、ついでに、まあ、誘いはしませんけれどもね。まあまあ、所詮は三流の化粧品会社だよなと。だから、抱負からもうなくなるよな、みたいな感じでね。はい。なのでね、まあ、我々もね、お客さんなわけですよ。で、そったら、損じゃないですか。そりゃ、私一人がね、そこの化粧品というかね、その製品をね、まあ、買っても知れてますよ。
知れてますけれども、まあそうは言ってもですね、損ですよ。はい。なのでね、お高くっていうんですかね、自分らはその大企業のグループ会社の仕事をしているんだよと。でお前らは一運転手じゃないか、俺たちが雇ってるんじゃないかみたいなね、勘違いしてる人がね多いんですよ。いやいや、別にお前に給料もらってるわけじゃねえからなと、お前に給料もらってるわけじゃねえよと思いますけどね。中にはね、本当そんな勘違いしてる本当頭がいかれたやつが多いですわ。はい。でドラッグストアに卸す仕事も1ヶ月ですけどもね、やったことがありますけれども、まあ、ほとんどのお店はね、まあいい人なんですよ。女店長がいたりね、まあ若いあんちゃんが店長やっていたり、まあ大体店長クラスというのは、まあ言っちゃ悪いけど、まあ、ほとんどが雇われですよ。よく求人に店長候補募集みたいな感じでね、新入社員なんだけどいきなり店長という方もねいますからね。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、まあそんな中でもなんかまあコンビニでしたけれどもね、でまあそこの店長は、女店長でしたけれどもね、なんか気分で物を言う人だから、ちょっと気をつけた方がいいよみたいな。で、10分早くてもいけない。で、遅くてもいけないと。で、交通事情とかでね、その時間にね、多少遅れたりする場合もあるんですよ。そうしたらですね、パートの人をその時間に来るようにしているから、で遅かったらまあ余計に賃金払わなくちゃいけないと、それを運転手になんかねブチブチ愚痴を言うみたいな感じの店がありましたけれどもね、そういうコンビニは絶対行きませんよ。そういったね、でまあ、うちの家内にも言いましたけれどもね、ここのコンビニの店長は女だけれども、なんか、いちくそが悪くて、ここのコンビニは絶対行ったらダメだぞと。はい。そんなこと言いますよね。ということは、売り上げ上がらないし。で、まあ、当時いた、そこの会社もね、まあ、プライベートじゃ行かないですよ、絶対ね。そういうコンビニに買い物行かないですよ。そしたら、そうですよね。我々だってお客さんなんですよ。トラックでそこにタバコを買いに行くかもしれない。ジュース買いに行くかもしれない。缶ビール買いに行くかもしれない。なんかね、おやつを買いに行くかもしれない、道中でね。で、そんな時に、あ、ここの店長、行けんわ、と。ここの店員生意気だなと思ったら行かないですよ。そしたら損ですよね。そこなんですよ。でもね、本当頭悪いそういう人たちはね、もう運転手をね、なんか小馬鹿にしてね、なんかそういった態度に出ると、いやいや、わしらものをこのトラック折れたら、こういうマイカーでドライブした時に、のドライブをした時に、あ、そういえば、ここの店の店長はいい人だったら、店員はいい人だったら、じゃあちょっとドライブがあったらそこに、ちょっと買い物に行ってみようかのとか、思うわけですよ。でもそんなね、小馬鹿にされたようなコンビニはね、まあ、仕事以外ね、行きませんよ。はい。そこでは損ですよね。でそういった社員教育をしている。で、店長自らそうだ。そんなところはね、行かないですよ。はい。
あ、そうなんですよ。まあ自動車部品もそうですけれどもね、まあ運転手だからといって無理難題のなんかね荷物を、まだまだこれあそこにスペースがあるからこれ詰めるだろう、いやいやそこに積んだらもう結構危ないんでちょっと怖いですって、いやいや詰めるだろうと、で無理やり詰ましといて詰ましといて、で荷崩れが発生したと、全部運転手の責任ですからね。いやだからもう危ないから詰めないって言ったでしょと。でも積んだ運転手の責任になるわけですよ。そしたらですね、畜生無理やり詰ませやがってと、そこのメーカーの製品なんか買ってやるもんかと思いますよね、本当に。なのでね、本当運送屋を使っている、でドライバーだってお客さんなわけですから、なのでね、なんか勘違いしてねそういったことをしないでほしいと。はい、まあ、中にはねノータリン、本当ノータリンがおりますんでね、本当我々もトラックを降りたら一お客さんなんだと。でもその製品を手に取った時に、ああこれなんとか化粧品の薬かと、過去にこういうことがあったな、じゃあここやめた、違うところの製品買おうと、そう思いますよね。はい、まあ私も人間小さいんで人間小さいんで、まあね、多くのドライバーはね、みんな、心が広い人間ができた人ばかりだと思います。でも中にはね、私みたいな人間の小さい、本当ケツの穴の小さい人間もねいますので、本当要注意せいやと要注意せいやと、運転手と思ってバカにしてたら、ゆくゆくは巡り巡ってあなたたちが結局は損をするよということですわ。はい、そういったところで本日の動画は以上です。ありがとうございました。まあ、今日は台風のおかげで、まあまあいい風が吹いています。生ぬるい風ですけれども、まあ、風に当たっていればまあまあ扇風機代わりになっていいかなと思っておりますけれども、はい、そういったところで夏本番気を引き締めて安全運転でいきましょう。いってらっしゃい、バイバイ。